私が徹子さんと出会いましたのはこのチャンネルの13時ショーという番組でして、野球のことを何にもご存じないんでびっくりいたしました。よく覚えております。そして51年2月に始まったこの徹子の部屋に呼んでいただくのは3度目でございます。玉置です。よろしくお願いいたします。懐かしい、あの玉置宏さんの名調子で始まりました。今回は名司会者たちの名場面集でございます。他にも古舘伊知郎さんは興奮しすぎて飛んだハプニングを、大橋巨泉さんは奥様とのむつまじいお姿を、そして小川宏さんには本番中に突然衝撃の告白をされ、私は思わず涙ぐんでしまいました。どうぞご覧ください。今日のお客様は司会者でいらっしゃいます。特に歌謡番組も歌手にとっては力強い味方で、この方に、まあ、さっきのようにいろいろ埋設をしていただくと本当に気持ちよく歌えるという、皆さんの歌手の方たちの大ファンの多い方でもいらっしゃいます、玉置宏さん、今日のお客様です。こんにちは。どうも、どうもありがとうございました。先ほどはさすがに30秒ぴったりの、埋設じゃない、なんてどう言えばいいんでしょうね、オープニングコメントでとでも言うんです。オープニングコメントね、そうですね。でしょうかね。でも本当に長い間ずっと仕事をしてらして、本当に仕事人間でらしたんですってね。ねえ、今考えてみるとあっちこっちに随分罪を作ってますよ。例えば家族に、だって子供たちに父親らしいことを何にもしてませんもの。はい、でもよく子供は育っていて、これはもう全く神さんの力だし、で今になって多少時間のゆとりもできてきて、孫にその子供にしてあげられなかったその罪滅ぼしをしてるっていうのが正直かもしれません。さてさて、かつて曲はな、この頃おかしいですよ、はい、曲はなって昔こんなこともなかったですよね。僕はたった2年だけでしたけれども。2年、はい、文化放送、そうです。それでちょうどその時期に例の1週間のご無沙汰でしたの番組を企画してらっしゃるプロデューサーが、15分のベルトを文化放送でいただいてました。その番組を聞いてらして、アナウンサーでもないかといって今までの司会者でもない、これは新しいタイプのタレントだっていうふうに聞こえたらしいんですね。フリーになってくるんだったらロッテ歌のアルバムがあなたで決まるよってな時に自分で決断をしてフリーになりました。それでお張りになってその歌のアルバムを、はい、それが昭和33年の5月第1日曜から始まったわけです。でも今もちょっとおやりくださって、こうさっきおっしゃったね、その前奏にこうかぶる、はいはい、まあ、説明、ご説明文ですよね、まあ、曲紹介、曲紹介、はい、あれは随分、まあ、ご自分で構成作家ってのはそこまで書いてくださらなかったんですね。書いてくださる時代がずっとありましたんですが、舞台の構成作家演出家は書いてくれないんですよ、はあはあ、それで司会者とメインの歌い手と相談の上、曲順はこういう並びでいく、ここはイントロに乗せるか、あるいは素でいくか、そういうのは全部当人同士で決めてほしい、でコメントは司会者が自分で作るという形になったわけです。なるほど。私こういうのあるって知らなかったんですけど、こういうご本がございましてこれ500曲 の、 要するにナレーション、前奏でこれを開けばすぐそれにどなたにでもつけられるというで、せっかくでございますので、はい、今日は曲を流して、うん、玉置さんにそこのナレーションをどんなふうにご紹介になるのか、この中からやっていただきたいとお願いいたしましたら、はい、せっかくですから新しくとか、やっぱりね、その時々で捨てていきませんとね、時代背景なんかも変わってきますし、その都度作り変えていくっていうつもりが一番いいですね。それじゃあやはりなんて言ってもひばりさんっていうと悲しい酒じゃないかと思うんですね、はい、で悲しい酒で玉置さんはどんな風になさるのか、本当に出ていただいてね、本職やっていただくの申し訳ないように思うんですけど、ちょっと皆さん楽しみにしてらっしゃると思いますのでお願いできますか。はい、新しくなさるのに何もご覧にならなくてよろしいんですか。でも自分で作ったもんですから大丈夫だと思いますけれど。あ、すごい、そうですか。それじゃあお願いいたします、はい、じゃあひばりさんの悲しい酒からです。昭和という激動の時代を小さな羽に包み込み、美空ひばりはさえずりながら遠い空へと飛び去ってゆきました。ひばり泣くともこの歌は残ります。悲しい酒です。
ちろん生きてらっしゃってお元気な時とこういうふうに、ね、お亡くなりになってしかも何年か経った時ではまた違うと思いますけれども、はい、当然違います、ね、当然違います。やっぱり今の伺ってて今の曲を伺うとしみじみしますね。やっぱりそうですね。それでですね、私この本の通りやれるものかどうかですね、いえいえ前日の拍手玉置さんがお書きになったものをね、沢田研二さんのカサブランカダンディなんて、ね、ちょうどベスト10のこと、だからあの私はこういうの全然上手じゃないし、それとねこれはやっぱりね読んでみたんですけど、はい、これ玉置さんがお作りになるものですから、うん、玉置さんのおしゃべりになりやすいようになってるんですよね。あのこれイントロいっぱいのはずですよ。そうなんですか。ですか、音が出たらすぐすぐやる、はいはい、じゃあちょっとしばらくぶりに聞いてないってちょっとどんな曲だったから、じゃあ始まったらすぐやっちゃっていいですね。すぐ行った。じゃあカサブランカダンディお願いします。賞ほど素敵なものはありません。ひとときの夢を運んでくれるからです。冷え切った時代なら冷めた目で見るより燃やすがいい。燃えて青春カサブランカダンディ。あ、これ難しいですね。全然テンポが合ってないじゃないですか私しばらくぶりに聞いてなかったか。これね、あのあれなのに、自分が大きい声出しちゃうと大体からして曲ってのは聞こえないもんなんですね、この前奏が。あ、そうですか。考えたらでも前奏が聞こえてないと、ね、やっぱり今のように速いテンポになっちゃうかもしれません。そうね、今のね、ちょっとあのあれがあのピエって言うんですか、あれがピエのちょっと帰りが、帰りがちょっとあの小さ音楽番組じゃないです、小さい自分の声がうるさくてね、はい、やっぱりご本人にやっていただいた方が一番いいと思います。いや要するにね合わないもんなんですよ。なるほどと思って、難しいと思って。じゃあちょっと、はい、どうぞ。いいですか。じゃあお願いします。ショーほど素敵なものはありません。ひとときの夢を運んでくれるからです。冷え切った時代なら冷めた目で見るより燃やすがいい。燃えて青春カサブランカダンディ。余っても感じですよね。ここはね絶対動き出してると思う。そうですよ。だからちょっとがらないよ、ま、たやっぱり全然ダメだ、才能がないってことは分かりません。いやいやいや、なるほど。だけどこういうの持ちや持ちや。そうですよね、本当にね。今日はもう本当に長いことお願いしてやっておいでいただいたお客様にこちら座っていただいておりますが、まあ元はこのテレビ朝日の曲アナというアナウンサーでいらしたんですけれども、それがフリーにおなりになりましてもう大活躍でいらっしゃいます。3ヶ月ほど前にご結婚なさいました新婚ほやほや古舘伊知郎さん、今日のお客様です。どうもこんにちは。本当におめでとうございました。ご結婚どうもありがとうございます。僕はねこれだけは黒柳さん言わしてください。あの小柳さんにも招待状を出しまして、あ、ご結婚式、結婚式のもう銀婚式じゃないですよ、結婚式結婚式出しまして、そしたらもうあのねたまたまお仕事であの来られないっていう時のあの欠席というハガキ、あの返信には参りました。これまあ私はねよくあのよいしょで21世紀の太鼓持ちともある種言われますけどもこれだけは本当です。あんなに丁重にねもう達筆な文章でね、あの高校達筆な文章ってもすごいですね。おかしいですね達筆で書かれて、もう本当にこうで出られなくて残念だってあんな風に真心込めてねハガキをいただいたっていうのはね、この芸能界広しといえども黒柳さんだけです。本当にもう本当に僕ねあんなにね黒柳さんいい人だと思いませんでした。そうなんですか、はい、いや別に悪い人だなんて思わないんですけどわーっと思いました。お綺麗で可愛くてシワですの方、はい、まあシワですではありましたけども、そんなあれですね、ハワイいらっしゃる飛行機の中でお会いになったんですってね。そうなんですよ。そういうことって本当にあるんですね。いやもう本当にまあみんなそうなんでしょうけど縁だなと思いますよね。飛行機がガクガクっと揺れて勤務しているスチュワーデスもポッと座んなきゃいけないんですね。揺れた時は、はい、で僕寂しく一人でいたんです。あ、空いてたんですかその辺りが。そう、もう空いてたんですよ。24日ですからクリスマスなんです。12月のクリスマスイブ、クリスマスイブの時にねたった一人でねハワイにね向けてねこう座ってねプロレスの中継にいらっしゃる。それで風邪ひいてるし鼻ぐすんぐすん言って体調悪くて一人で落ち込んでたらガガッと揺れて、うん、でその勤務していた人はですね、そうですよ、こんな人あらとか言ってこうにしてきて、あらってあらってきてこうにお隣、いや吉原炎上じゃないんですから暗いんですかでも隣が空いてたの。そうで、あのお締めになってなんと隣でこうに並んだわけじゃない、もうお締めになってですね、こうになるでしょ。で、あ、こういうふうには揺れはしませんが、まあ大体なんか田舎のオンボロバスみたいなそうですか、こうに揺れてでしょ、二人で。そしたら、結構可愛いな、声かけようかなと思ったら向こうからポンと開口一番、何を言ったか、ファンなんです、いつも拝見させていただいてました、これはチャンスだなと思ったんです、うん、よしと思って話そうと思ったら平常の飛行に戻ってスーッてもうベルトを外してチャカチャカチャカチャッといなくなっちゃった。そしたら今度はあのもしかしたらあのよく折り際にね黒柳さん、あのどうもお疲れ様でございました、今の手つきさん、もう一回ちょっとどうも、今もう一回黒柳さんこんなことってありました。この番組初めてです、あのこういうの全部壊した方初めてです。やっぱりいいですよ、いいです、
よ、気にしないでください。ギャラから引いといてください。いいですよ、大したこのぐらいあのテレビ朝日も弁償できると思いますよ。やっぱり大丈夫です。やはりね、いいんです、大丈夫です。あ、やっぱりこれはあれですよ、プロレスやってらっしゃる方ですからね。おっとっておっしゃいませんでしたね、あなた今。いやいや、今俺、クラリさんの着てるもの。そんな全然構いませんから。あら、そんな、まあ。これあの、防水加工がしてあったみたいで大丈夫です。防水加工してあります。玉になってましたからね。大丈夫です、大丈夫です。すいません。今のところちょっとやってご覧になりますか、中継で。いやいや、おっと、大惨事でやります。まさにこの徹子の部屋のスタジオは修羅場と化してしまったようであります。たった一つのジュースがこぼれるというところから新たな急展開を迎えようとしております。私こうしてマイクを突き出されると条件反射パブロフの犬でこういう風に実況中継を始めてしまうわけでありますが、まるで仕組まれたかのようなアントニオ猪木ボンバイエのテーマが流れてきてしまいました。さあどうしたらいいんでしょう。この局面話題を変えるのか、それとも何事もなかったかのようにまた元の結婚話に戻ろうというんでありましょうか。精密機械といわれる黒柳徹子さんの頭の中、その玉ねぎのようなその輪郭を持つ頭の中がぐるっと回って今私に話を振ろうという体制です。素晴らしい。こういうことがまさかこういうことになると思いますけど、上であれ用意してたのすごいですね。でもあれびっくりしました。いや、行こうです。いいです。今日は大変に珍しいトゥーショットということで大橋巨泉さんと奥様の鈴子さんにおいていただきました。どうもよくいらしてくださいました。6年ぶりです。徹子の部屋は。そうですね、まあ、めったにお二人で出ることって本当にない。フィルムなんかではありますけどスタジオへ来たのは初めてだな。はい、緊張しています。奥様は昔浅野純子さんとおっしゃる可愛らしいアイドルでいらっしゃって、ご結婚なさった時まだ二十歳過ぎたばっかりぐらいだね。そうですね、21になって数週間、まあ、21歳になったばっかり。それをあのそれをじゃなんですけど、それを、それをこちらのおじさんがですね、結婚なすったから、もう少女をかどわかしたとかとかと散々、持って半年だろうとかね、奇跡的に半年だろうとか。でもこれ愛してローマで結婚式なすったんですってね、はい、何持って何週間、って書かれた週刊誌もありました、半年と持たないとかね。でもあれですよね、初めてお会いになった頃のなんかラジオでお会いになったって、ディスクジョッキーにゲストでいらしたの、いや彼女は、まあ、僕のアシスタント。そんなラッキーな。ラッキーな。おー、その時どうでした、巨泉さんのアシスタントになるっていう。その頃はプレイボーイということで有名な方でしたから、所属していた会社のマネージャーがですね、お茶に誘われても絶対一緒に行っちゃいけない、送ってあげると言われても一緒に車に乗っちゃいけない、すごく言われました。殺人鬼みたいなことで扱いを受けたらしいでもアイドルでいらっしゃるから、でとにかく巨泉さんが気に入ったっていうことだと思いますけどもね。それで奥様もまあいいかって。そうですね、私あの父を早く亡くしてますので。あ、そう、5歳の時に亡くしてるんですね。ですからどうもわざこなんね、そういう感じかなと思う。まあ、大人年齢的にはあのあれでも大人っぽいところはあれですもんね、はい、ローマにいらした時は奥様どんな感じ。秘密で行きましたので、あのドレスも何もこう注文できなくて、あの結婚式の前が旅行が長かったものですから、その間にだんだん彼の人となりがよく分かってきたっていう感じです。だんだんあのまあ銀婚式ですね、これはね。すごいダンスなんかで今聞こえてるのはあれですね、大橋さんのお宅の美香さんの、あ、すごい感激。まあいろいろお会いになりますよね、仲良くね、あ、これコキって70歳、2年前ですね。ねえ、嬉しそうな。嬉しそうですね。ねえ、ずいぶん嬉しそうね。なんでこんな嬉しそうだったの、巨泉さん。なんか、腹の中にはガンがいたはずなんだけど。いたでも、お気づきじゃなくて。ないから。なんか、あの、奥様何かお持ちになったんですか、何ですか。いや、あのね、あの、どうして奥様言いますね、何でも。こいつが下手だから、ね、話が長くなっちゃうから。あの、うちは、ありとあらゆる記念日は、何にもなくてもいいから、カードだけでもいいから、で一緒にワインで乾杯するだけでもいいから、お互いの誕生日、結婚記念日、バレンタインデー、クリスマスとか、お正月とか、何でもいいんですよ。そういうの作ってるんですよ。で、36年間、全部彼女の誕生日にはあげてきたんです。ところが去年、僕が彼女の誕生日に胃がんの手術をして退院の日だったんですよ。あげるものも買ってないんですよ。ずっと入院してましたから。で、しょうがないんで、自分でカードを作ったんです。それを持ってきて見せて見せて。でもあの絵が描いてあるんですが、彼は絵がすごく下手なんです。ですが皆様に見せると笑われちゃうかもしれないんですけど、でもそれが彼のいいですか、しょうがないよ持ってきちゃったの前じゃないかお前ピカソか俺かっていうぐらい
ハートをくれてるんです。 I can't give you anything but my heart。マイハート、すごいですよね。お誕生日おめでとう、スって呼ばれてらっしゃるの、はい、スズ子さんだからね、うん、あのハッピーバースデー何もあげられないけど、私のハートをあげますと、ハートは健在ということなの、胃は半分になって言われてる、うん、そうか、うん、心配かけてごめんね、なんとか金婚式まで頑張るぞ。やっぱりこれおもらえた時どんな気持ちでした？今までで最高のカードです。ね、命拾いをなさってね、はい、それでこれだけのカードをお書きになる、あ、そう、今まで一番、はい、あ、そうですか。この絵はあの心臓が右についてるんですけど、うん、まあいいかなとつい突っ込みたくなっちゃったんですけれど、あ、でも今まで一番嬉しいプレゼント、はい、私の家宝です。あ、よかったです。あ、でもお見せしちゃった、うん、でもね、よかったです。スクープになっちゃった、よかったよかったね、本当にね。今日のお客様はテレビにある一時代をお作りになった方でいらっしゃいますが、もともとは NHK のアナウンサーでいらっしゃいまして、ジェスチャーゲームとかそういった NHK の本当に初期の頃の生放送の番組をやっていらっしゃいまして、その後小川博史賞を17年お続けになりました。どうぞよろしく、ね、いや、今日は徹子さんね、お会いできる嬉しさとね、それから1年ぶりの緊張感、テレビの、あ、1年ぶり、1年ぶりだからね、複雑でね、嬉しい方もっとも大きいですよ。今日もお土産なんていただいちゃった、私、今日イヤリングなんていただいちゃった。小川さんが50歳かって、安物いいものでいただいた。こんな緑色を持ってる、ね、娘が選んだの。本当すごい、うん、こんなの持ってないですから、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます、していただいて。それで、あの、11年も終わって経ったって言うんですけど、はい、皆さんほら、ご対面で、あんな人に会えたのよとか、あの時に会って親が分かったのよとかっていう時、いつも小川博史賞でって皆さんおっしゃるじゃありませんか、うん、はいはい、だから初期のそういう本当にあのなんていうか独自の企画がありましたよね。ありましたね、うんうん、またそれはあの後でお話します。あ、徹子さんお願いですがね、僕ゲストってのは苦手なんですよ。だって私は人に物を聞く職業でしょ。ちょっと位置変わらない？ダメ、いいですよ、変わった、変わってもいい。小川さんのお名前出たのかな、名前が出たんだったらいいんですよ、本当に変わりたい、いろいろ、いや、変わりたいくらいだけども営業妨害になったらやめたもん。いやいや、そうですか、うん、いや、変わったって構わないんだけれど、でもね、うん、この徹子の部屋も18年目に入ったわけでしょ、17年経って で、ね、これだけ長く持った秘密は徹子さんは何だと思いますか、自分で。なんでしょうね、それはやはり私はこの番組好きだってことだと思います。もちろんそうですよ、うん、僕はね、うん、第一シンプルだってこと一つは、こう単位に ねゆっくり話ができるという、うん、それからね、徹子さんのその才能に合わせましたね努力、これが保ってるということと、それからスタッフのね入念なね取材、それです、これ、そうです、それにあまりそのスキャンダルってものは扱わないでしょ。そうです、ね、これが僕は長持ちしてる秘訣だと思うな、僕はそう思います。でも随分お元気そうで、おかげさまで、ね、実はね、私去年この3年余りでね、3回入院したんです、うん、で、一番ひどかったのは去年、もう去年になりますがね、3ヶ月間入院したんです、で、それは日本医大にね、私、親友がおりましてね、教授で、おかしいからって、じゃあ音楽君調べてみようと、徹底的に調べたんです、CT とかなんか取って、でもね、特に悪いとこないよと、うん、ちょっと神経的なもんかなって、ちらっと言ったんですけどね、そのなようなことがあって、それから十数日後にね、もう今でも忘れませんが3月の16日です早朝にね、私あの家内がねこう寝ておりますね、それをちゃんと確かめてこっそりうち出たんですよ。で、近くの私鉄の沿線の線路のそばに立ってたんです。本当につまり自殺しようと思ったんです。でご自分ではそれは自殺しようってはっきり無意識持ってました。意識持って、で、どの電車に飛び込もうかってチャンス伺ってたんですけどね、なかなかそのチャンスがないんですよ。タイミングが悪くて、まあ、お母さんよかったじゃない、なさらないでそんなことね。もしもなさってたら去年の3月何日かに小川さんがそうやって亡くなってたかもしれないですよね。でね、時間忘れましたけどね、あら20分ぐらい経ったかな、あの友人のね顔とか家族の顔とかね、浮かんできてね、浮かんできて、それであの亡くなったあの山谷新平さんっていうね方がよくおっしゃったことがあるんですよ。自殺はね愚か者の結論なりと、その言葉をパッと思い出してね、思いとどまったんです。それで重い足を引きずって打ち返った、そうしたら家内がびっくりして、物件からでしょ、早速その教授のとこ行ったんです。山田君なんですかね、そしたらダメだと、もうすぐ神経科だと、でたまたま神経科の教授いらっしゃったんですぐ問診受けたんです。1時間、1時間近く、
ひろゆきは過去のことを全部話したわけです。それでその自殺の件も話しました。そうしましたら即刻入院してください、しかも重症ですと。あなたはそこで3ヶ月暗黒の日々を送ったんです。そして病名は何ですか？病名はね、喉を返しちゃった、うん、私は、はっきり言ってうつ病なんです。で私の場合はもう体全身が倦怠感のこれ塊なんです。じゃあその小川博士をやってらした時はそういうようなことはなかったのね。全然ありません。終わってはだから10年経ってからですね。それで胸はムカムカする、食欲はない、したがって体重は減ってくる、それから人に会いたくない、もう要するに生活エネルギーが全部飛んじゃったんです。でもそれがご自分ではその精神的なもんだと思いならなくて、はい、なんか自分のわがままだろうとかそういうふうに思っちゃうでしょ、人間って。これで激励するのが一番いけないんですね。ですって頑張ってとかって言われると、頑張って言いますよね、こういう時に。ありがたいんですけども。でまあそう入院したわけです。入院、それはそういうふうに知らないうちにうつ病になっていて、それが肉体にまで及ぼして体が精神的にも、うん、なんか体が悪いんじゃないかってみんな思ってる。思っちゃうんですけど、うんうん、そうなんですね。だけどそれってやっぱり過労もあるんじゃないですか。その朝毎日大きになって、そして、ね、まあ、朝の番組やってらっしゃる方は、はい、番組が終わっても今度反省会があって、うん、なんとなくズルズルしてるうちに夕方になっちゃって、うん、でほらみんな飲もうとか食べようとか言って、うん、結局お時間が遅くなる。ですから結局暴飲暴食の疾病会社と自戒してます、はっきり言いますと。でもどっか内臓は悪くないの？あまり悪くありません。あでも少しはどっか悪かった、どっか悪いんです。今5つ通ってるんです、医者5人あちこち。目とかね、耳鼻咽喉方、これもやっぱりそういう後遺症ですね、うん、出てくるんですからね。どうぞ三平さんじゃないけど体大事にしてくださいと。本当にそうですよね、うん、だってテレビは本当に世の中を変える力を持ってるってことを信じて私たちが始めたのに、うん、それで途中でそういう体が悪くなったんじゃ、うん、嫌ですもんね。そうですね、うん、やはりできる限りは元気で。徹子さんもどうぞ一ついつまでも元気で。ありがとうございます。じゃあ小川さんも本当におめでとうございます。徹子の部屋はテラサで過去の放送回を配信中。無料見逃し配信はアベマ TVer で。